青芝神社は、新潟県長岡市の悠久山にある神社。牧野忠史、辰子を主催神とし、境内には、河井津之助ゆかりの庄魂者や中堅白神社などがある。当初は祭神である越後長岡藩三代目、藩主、牧野忠達の尊号の青、芝大名神と呼称されたが、神仏分離令により現在の名称となる。創建当初は、 長岡城内にあったが、後に、悠久山に移り、北越戦争で、長岡城が落城すると一時期、土地に遷座するが、終戦後に現在地に安置。旧社格は損者、後に剣者。1722年に、すでに隠居していた、牧野忠志達が死去。これを通達された、京都の神気道官僚の吉田家より、 個人中達に、青芝霊人の信号が送られる。このために、養子市で、当時の藩主、牧野忠久が、長岡城東隅に社殿を造営して、中達の霊事を法案したのが始まり。教法13年3月27日の山蔵火事により、社殿が全焼したために千住町の八幡社に、放船したが、同年11月12日に再建工事がなり、 五千座式が行われる。教法十八年には、京都の吉田家により、明神に昇格される。明和三年に、牧野忠清が藩主となると、社殿の城内からの移転が計画され、当初千座地を中島としたが、明和六年には、中達が、地政中に、杉の植林を行ったと左衛門の日田の三、関三に変更し、千座地での入り込み接商金団の例を発布する。 明和8年には、中立50周期により、大明神に昇格。天明元年に三冠山を開拓して、社殿を造営し、7月29日に社地を三、冠山から悠久山と改名し、8月8日には、潜宮式が行われて、現在地に移転する。越後長岡藩では、藩職として、 有給産後社御用係をはじめとする青、芝大明神への奉仕、社殿及び、境内の警備管理する役職が設置され、旧暦2月6日と旧暦8月17日の祭礼には藩主、または藩主名大が参詣した。北越戦争で長岡城が落城すると、土地をに放船されるが、1869年春には、再び元に戻され、 神仏分離令を受けて1871年に、青、芝大明神から、青芝神社に改名され、1873年には、尊社となり、お山の名で、長岡における、数形の対象となる。1908年から、新潟県のヌーサ花向両寮友神神社に指定され、1930年に、県社に昇格。2006年、 本殿及び拝殿が国の登録有形文化財に登録された。長岡市東部の悠久山公園内に立地する。アクセスなどは悠久山公園を参照。ありがとうございます。